鈴木は東京モーターサイクルショー2009でフルモデルチェンジした輸出仕様車 GSX-R1000 を参考出展しました。新型 GSX-R1000 はエンジン構成やフレームレイアウトの根本的な見直しによる車体のコンパクト化と軽量化を実現し、エンジンの出力特性を3パターンから選択できる SDMS を装備した完全新設計のエンジンを搭載し、大幅なフレームレイアウトの変更を行い、新たな次元の駆動性能とハンドリングを獲得しています。スタイリングデザインも GSX-R としてのアイデンティティを継承しながら、さらに魅力的に進化しています。こちらの GSX-R1000 はですね、フルモデルチェンジして、海外向けのモデルなんですけれども、フルモデルチェンジしてですね、出たということで、国内のショーに参考出品させていただいております。フレームからエンジンまでですね、フルモデルチェンジしておりまして、全世界のね、GSX-R1000 のファンがいると思うんですけれども、サーキットに生まれサーキットに帰るというコンセプトのもとにですね、楽しみにしていただいていいと思います。Digging for News.